さあ、じゃあ、うちのね、サナ食堂のメニューの中で、お酒飲み、日本酒飲む人にでもね、ワイン飲む人にでも、すごくね、喜ばれているメニューがあるんですよ。梅しそチーズって言うんですけどね。まあ、それはこの、これクリームチーズですね。クリームチーズと梅干し、それから、これはね、今たまたま赤しそですよ。紫色のしそね。で、別に緑色のね、大葉でもいいんですけども、このしそと、この3つを混ぜて作る。まあ、この中で入れて、ぐちゃ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 って混ぜて作る感じのメニューです。本当にね、お酒のおつまみとしてとてもいいメニューなので、ちょっとね、ご紹介したいと思いますよ。じゃあこれはね、全部この中に突っ込んでいきます。梅干しも入れてね、しそも入れていきます。はい、これはね、あとはね、手でね、混ぜてきます。全体的にね、平均的にこれが、なるようにね。混ざるとね、こんな感じなんですけどね。はい、それではね、まず白ワインで乾杯。で、今回のこれの量なんですけどね、今日の使ったチーズはね、227g 入ってたんですよ。ちょっと小さめですね。だいたい 250g ぐらい入ってると思うんですけども。まあ、それに対して、梅干し 40g ぐらい入れたと思うんですね。で、まあ、大葉は 10g ぐらいの量じゃないかなと思うんですよね。まあ、それでちょっとね、こんな感じの見た目なんですけどね。うちのスタッフはね、あんまり酸っぱいと良くないと思うのか、もうちょっとね、うちの店では少なめかな。でも僕はね、これぐらい酸っぱいのと、風味があった方が美味しいと思うんですよ。やっぱりね、梅干しの味がきちんと感じないといけないのと、お酒とね、この酸味が合いやすいです。あとこれ、梅干しってアルカリ性食品なんで、お酒飲むときに悪酔いしづらいですね。合うね。中国の人も、まあ、梅そんなに嫌いじゃないと思うし、ちょっと日本の梅しょっぱいと思うんだけども、こういうふうに食べるとね、多分とてもいい、まあ、別に番長でも合うと思うんですよ。